モーラ。モーラ YouTube チャンネルをご覧の皆さん、北海道洞爺湖町出身、ドサンコシンガーの綾野真白でーす。モーラ YouTube チャンネルには、もうね、大人気のハイレゾマンという人がいるらしいんですけど、どうも。いや、お久しぶりですね。お久しぶりですね。はい、よろしくお願いします。もう本当約1年ぶりぐらいですかね。1年経ちましたかね。ライブの時に、はい、ご一緒させていただいて、マシロンのツイッターを拝見させていただきまして、はい、ありがとうございます。あくびをして、顎を痛めたっていう。なんか珍味食べ過ぎたみたいで。そうですね。酒とばを牛乳に合わせて食べてるのがいいみたいな。そう、たまたま組み合わせがこう、はい、酒とばと一緒だったんですけど、はい、そしたらファンの人がおかしいって。まあ僕も思ってますよ今。本当だったらこう、はい、お酒と一緒じゃんみたいな。そうですね。僕はもうはい。でも私の場合酒とばご飯なんで。ああなるほど。そうなんです。おつまみというよりなんかちょっとおかず感覚で食べてるんですよね。そうなんですね、この度綾野真白フォースシングルを8月3日にリリースしました。はい、この楽曲は、テレビアニメ D グレーマンハローのエンディングテーマとなっております。この曲初めて私単独で作詞させていただきまして、アニメも大好きなので、もう小学校の頃からかな、ずっと追いかけているアニメで大ファンで、今回エンディングのお話をいただいたので、私もすごく思いを込めてファンの皆さんの思いも背負ってね、代弁するような形で皆さんに伝えていけたらなと思っております。今年ワンマンライブももう決まっております。10月の16日が大阪、11月3日東京、11月12日札幌となっております。大阪は初めてライブやらせていただきます。ワンマンライブは初めてやらせていただきます。ライブは、大阪で今度初めてですけど、はい、どんなこう工夫というか、ここ見てほしいみたいなものってあるんですか？ちょっとお客さんのノリも気になってるんですよ。うんうんうん、今、大阪って、違うのかなって不安というかね、楽しみなんですね。あ、楽しみなんですか。ちょっと関西の人ってこうグイグイ来てくれるっていうイメージがあるので、グイグイですよ。はい、ぜひもう思いっきり楽しみましょう皆さん。今回は特殊なマイクを使用した、はい、企画があるんですよ。はい、題して綾野真白こんな時なんて言う。イエーイ。この動画を、ヘッドホンとかイヤホンつけて、はい、見てる人はちょっとこの耳元でなんか喋ると、マイク、お腹が空いたよ今ここに、あ、自分の目の前に、右、ま、斜め前にいるっていう風に聞こえる。すごい。っていうそんな、コメントになってコメントになります。これはいいですね。はい、お題、高校最後の試合、自分のミスで試合に負けて責任を感じている部活の仲間に対して一言。マイク、人生で最高の頂点に登れる人は、一回も負けない人っていうのは本当一握りしかいないから、マイクが今回負けたことはたまたまなんだよ。君のせいじゃないから大丈夫。元気になりますね。はい、じゃじゃん。自動販売機で買ったものと違う商品が出て怒っている人に一言。何出てきた設定でいこうかな。コーラをあれしたのに、はい、めんつゆが出てきた。おっと、めんつゆ入ってる自販機レア。どういうことだよ、そうめん食べたわけじゃないんだよ。すっごい怒ってますよ。めっちゃ怒ってんだよ、はい、マイクさん、私すっごいめんつゆ好きなんですよ。すっごい、それを引き当てちゃうなんて本当にすごいです。マイクさん、ラッキーボーイ。今日そうめん食べようかな。そうめんですね。もうそうめん食べますわ。いつも応援してくれるファンに一言。今動画を見てくださっているファンに向かって一言、はい、いつも応援してくれる君、本当に本当にありがとう。なんか私はあなたの居場所になりたいと思って歌ってるけど、知らないうちに
私の居場所になってくれているなってすごい思います。これからもよろしくね。てれる。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ楽しんでほしいですね、バイノーラルで、うん、ここでこう聞こえてる感じっていうのがいいですね。そうです、はい、新しくリリースされましたロータスペイン、ぜひ皆さんたくさん聞いてください。それでは綾野真白でした。バイバーイ。